無魔食。一。幽霊を信ずる人たちのうちに損する幽霊の恐怖は何か。すべて恐怖は経験の結果。すなわち各人、または種族の経験。現在の生命か、または忘れられた多くの生命の経験の結果である。 知られざる者の,の恐怖とても、この他に起源があるはずがない。そして幽霊の恐怖は、過去の苦痛の産物でなければならぬ。思うに幽霊の恐怖も、幽霊の信仰と共に夢から起こったものらしい。それは独特の恐怖で、他にそれほど強烈な恐怖なく、また、それほど漠然たるものもない。 各溶石の大きくて暗い感情は、概ね超個人的のものである。すなわち、遺伝された感情。死者の経験によって我々のうちに作られる感情。何の経験なぜに幽霊が恐ろしいか。その理由を明白に記述したものを私は読んだ覚えがない。 幽霊を恐れた記憶ある知人のうち、いずれの有識者なりと十人を選んで、なぜに恐ろしかったかと問い、恐怖の裏面の空想を定義せんことを求めてみよ。ただ一人でもよくその問いにこたうるものあるや疑わしい。民族学の文書や伝説は、この問題に何らの巧妙を問うぜぬ。 もとより化け物に引き裂かれた人の手術の話などもあるがかかる素大な想像で幽霊の恐怖の特質を説明し得ぬそれは身体に及ぼす暴行の恐れではないそれは理由ある恐れでさえないたやすく説明さるべき恐れでないもしそれが身体の危険の明白なる観念に原因するものならば その説明のできぬはずはない。その上に、原始的の幽霊は咲いたり食ったりするものと想像されうるとしても、幽霊に関する一般の観念は、確かにそれが触れられぬ、そしてほとんど重量のないものとなっている。中。ここに注意すべきは、多くの古い日本の物語や歌に、 幽霊が人の首を引き抜く力を持っているとしてあることであるしかし幽霊の恐怖の起源に関する限りにおいてかかる話は何者をも説明せぬなぜならば恐怖を起こしきたった経験は創造的のものでなくて真実のものでなければならぬからここに大胆に私は 幽霊の共通的恐怖は、幽霊に触れられる恐れであると唱えてみる。別のことでは、想像せられた超自然者は主として、それが触れる力ありと想像されるゆえに恐れられるのであるというのである。念を押しておくが、触れるだけである。殺傷するのでない。しかし、この諸の恐れ、 それ自らも経験の結果であろう。それは私は思うに子供の闇を恐れると等しく遺伝によって個人の上に積まれた出生前の経験の結果であろう。それで誰がかつて幽霊に触れられた感覚を持ち得たろうかと問われるならば答えは簡単である。夢に、幻影に捉えられたものは 誰でもしかりと。原始的恐怖、すなわち人類よりも古き恐怖の要素は疑いもなく子供の闇の恐怖のうちに入っている。しかしもっと明確な幽霊の恐怖は夢の苦痛の遺伝的結果から、すなわちムマの昔の経験からなることは誤りないようである。 そして超自然的、食の直角的恐怖は、隠して進化論的に説明ができる。これより、若干の模範的経験を語って、私の理論の説明を試みよう。二。およそ五歳の頃、私は罰として、 ある孤立の部屋に一人で眠らせられた。その後、この部屋を坊やの部屋と呼んだ。この頃私はほとんど名を呼ばれずに、ただ坊やと言われていた。その部屋は狭いがよほど高く、一つの竹高い窓があったが、は,なはだ暗かった。そこにいろりがあったが、火を燃やしたことはない。それで坊やは、 煙突に間が差しているのかと思った。坊やは闇を恐れるとの理由だけで夜その部屋に灯火を置かぬことに定められた。彼の闇の恐れは厳重な手術を要する精神上の疾患と判断された。しかし手術はかえって疾患を増した。以前には私は灯火の明るい部屋で うばに世話されて眠る習慣であった。それが闇の中に一人で寝る宣告を受けて恐ろしくて死ぬかと思った。そして非常に残酷だとその時思ったのは家中の最も忌まわしいその私の部屋に実に締め込まれて情を下ろされたことであった。毎晩私は暖かに床に着かせられて ランプは持ち去られ、鍵の音立てて情は下ろされ、そして保護の灯火も保護者の足音も共に乗き去った。すると恐怖の苦痛は私を襲うてきた。暗い空中に何者かが集まって、それが大きくなるようで、その大きくなる音が聞こえさえすると私は思った。 ついに私は叫び出した。叫ぶときっと罰が来る。しかしその時ともしびも来るので、それが罰以上に慰めであった。このことがついに分かったので、坊やが叫んでも何ら構うなという命令が発せられた。なぜ私は狂うばかりに恐ろしかったか。一面には、 私は闇にはいつも恐ろしいものの形が満ちていると思ったからである。後に戻りうる限りの記憶をたどると、私は嫌な夢に悩んだ。そして夢が覚めると、私はいつも夢に見たものの形が部屋の陰に潜んでいるのが見えると思った。これらの形は時きに消えた。 しかし数分間は手で触れられる実在のように見えた。しかもそれらはいつも同じ姿であった。時には、まず夢を見ることもなくして、私は黄昏時にその姿を見た。それが部屋から部屋へと私に付きまとい、または会場に行くにつれて、奥深い階段の中間からずっと、 長い黒い手を私の方に差し出した。私がこの執念の姿について苦情を言うと、決してそれらに話しかけてはならぬこと。また、それらは存在してはおらぬのだということを聞かされるばかりであった。私は家中の皆に苦情を言った。すると、 家中の皆が同じことを私に言った。しかし私の目の証拠があったその証拠を否定するにはただ二つの方法があるばかりすなわちものの姿は大人を恐れて私が幼弱であるので私にのみ現れたのかまたは全家の者が何か嫌な理由で一致して 私に真実でないことを言うのか、いずれかでなければならぬ。この第二の考えの方が私には差もありそうに思われた。なぜならば、私は誰もそばにおらぬ時にたびたび物の姿を見た。それで後に秘密を装っていることが、幻覚そのものが驚かしたに劣らず、私を驚かした。 なぜ、私はきしる階段の上や、揺らぐカーテンの後ろで、見たり、聞いたりさえしたことを語ってはならないのだろう。何もお前を痛めはしない。この無慈悲な答えを、私が夜一人でいないように訴える旅ごとに聞かされた。しかし、執念の姿は実に私を痛めた。 ただ、私が眠ってしまって、彼らの力に身を委ねるまで待ってからそうした。なんとなれば彼らは、私を起きたり、動いたり、叫んだりさせぬ不思議な手段を持っていたから。私一人を黒い部屋の中に、これらの恐怖と共に閉じ込める策については仲介するのようはない。 私はその部屋で言うに言われぬ苦問をした。数年間。それゆえついに子供の寄宿学校へやられたとき、比較的に幸せを覚えた。そこには執念の姿が出てくることは極めて稀であった。彼らは私の今まで見た誰とも似ておらぬ。 彼らは影のような刻意の姿で、途方もなく自己の体をゆがめることができ、例えば天井まで伸び上がり、さらにそれを横切り、それから反対側の壁に沿いて身を長くして頭を下にする。彼らの顔のみが半然としているが、私はその顔を眺めようとしなかった。 私はただ私の夢のうちに自分の指でまぶたを引っ張って目を覚ましてそれで彼らを見なくなるようにしようとしたまたはそうするつもりだと思ったしかしまぶたは封印されたように閉じて開かなかった他年の後私が初めて見た「オルフィラの墳墓発掘師という書の中の挿絵が 子供の時の夢の恐怖を悩ましい思いで再び考えさせた。しかし、子供の経験を了解するには、オルフィラの絵をずっと生かして想像し、それが絶えず伸びたり縮んだりして、何か怪異な危険を呈していると思わねばならぬ。しかし、これらのムマの顔を見ることのみが、 坊やの部屋の最悪の経験ではなかった。夢はいつもの疑念から始まった。すなわち空中に何か重いものがある感覚。それがおもむろに意志を抑えて、おもむろに私の動く力を意味させる。かかるときに私は通常、ともしびのない一つの大きな部屋に一人いた。 そしてはじめの恐怖感覚とほとんど同時に部屋の空気が天井の半ばまでかすかに物が見えるほどの暗光色の光に満たされるただし天井はまだ真っ暗であるこれは光の真相ではなくてむしろ黒い空気が下から変色しつつあると見えた 暴風雨の晩に入り火のある恐ろしい光景が、これと似たる気味悪き色の効果を呈すことがある。すぐと私は逃げようとする。一歩ごとに徒歩するような感じをして、そして時には部屋をよぎって、半トまでもがきゆくだけはできる。しかし、そこで立ち往生させられる。何か名乗しがたい抵抗に麻痺させられる。 次の部屋には楽しそうな声が聞こえる。戸の上の欄間を漏れる光を見る。戸まで行き着こうとするけれど叶わぬ。そして私が一声高く叫べば救われるのだと思っていた。しかし、狂うばかりに努力しても囁きより高い声が出ない。 そしてこれら一切のことは、無名の者が来ることを意味するのみ。それが近づく。階段を上る。足音が聞こえる。包み太鼓の音のように影に響く。なぜ他の人には聞こえぬか不思議だ。 執念のものが来るに長い、長い時がかかる。気味悪い足踏みの一つ一つごとに、意地悪そうに立ち止まる。それから、きしる音もなく、情を下ろした部屋の戸が開く。遅く、遅く。そしてそのものが入ってくる。音なく喋る。 それから手を差し出す。私を掴む。私を黒い天井に投げ上げる。落ちてくる私を捕らえて、また投げ上げる。またも。またも。かかる瞬間の感情は恐怖でない。恐怖そのものは、最初に掴まれた時感覚を失ってしまった。それは、 語るに名のない感覚であった。触れられるごとに苦痛よりは無限に悪いあるものの激動を伴うた。それは私の内面秘密の存在に戦慄を与えるものであった。忌まわしい電気の一種で感性の全くよく知られぬ部分に未だ想像されなかった苦しみをける力を発見したのだ。 これは通常私を苦しめる者が一人である時の業であった。私はまた一群の者に捕らえられてほとんど数十分間もその一人から一人へと投げ渡されたことを覚えている。三。かかる姿の想像は何から起こったか。 私は知らぬ。多分、最も幼い時の恐れの印象から来たれるかとも思う。また私の生徒は別の生の恐怖のある経験から来たれるかと考う。その神秘は永遠に解かれぬ。しかし、職を恐る神秘は一定の仮説を許す。第一に私は、感覚そのものの経験が ただの創造だとして度外視されぬことに注意することを許されたい創造は頭脳の活動を意味するその快挙は共に神経の作用から分離し得ぬそしてその身体的重要性はその生理的努力によって十分証明される夢の恐怖は他の恐怖のごとく人を殺すこともある それほどに強い感情を研究の値なしと考えるは無理である。この問題において考えられるべき一つの著しき事実は、夢中に捉えられる感覚は通常の覚醒生活において慣れた一切の感覚と全然異なるということである。なぜにこの差あるか。戦立の非常な重々しいことと、 深いこととをいかに説明するか。私はすでに、夢見る者の,の恐怖は、多分、関係的経験の反映ではなくて、祖先以来の夢の恐怖の数えきれぬ総数を代表するものであることを暗示しておいた。もし、活動的生活の経験の総量が遺伝するものならば、 睡眠の生活の経験の総量もまた伝わらねばならぬ。そして、正規の遺伝において、この両者の遺伝の各種は別々に残るらしい。さて、この仮説を許すとして、夢に捉えられる感覚は、夢の意識の最初の段階にその起源を有したのであろう。それは、人間の世に生まれしよりずっと、 と以前であったろう思考と恐怖とを成し得る最初の動物はその自然の敵に捕らえられたことを度々夢見たにそういないこれらの原始的の夢には多くの苦痛の想像はありえなかったしかしその後の動物における神経の高騰なる発展は 夢の苦痛をもっと大いに感受するようになしたろう。さらに後になると、理性の発達とともに、超自然の観念が夢の恐れの性質を変化し、かつこれを強めたであろう。さらに、進化の一切の過程を通じて、遺伝はかかる感情の経験を集積したであろう。 宗教的信念の反動を通じて発展した創造的苦痛のこれらの形式の下に野蛮なる原始的恐怖がおぼろげに存続を固執したろう。そしてまた、この下にもっとおぼろな、しかし比較にならぬほどに深い昔の動物恐怖の真相が存続したのであろう。現代の子供の夢には、 これらの潜在がことごとく刺激を与える。層の下に他の層ありて、測りがたく、ムマの襲来とその成長とともに。ある特殊のマの幻影は、それがその中に動く頭脳よりも古き歴史を有すということは、あるいは疑わるかもしれぬ。しかし諸の恐れは、 影のごとき補足に関する全人類の経験と、夢中に接触するある点を示すと思われる。自我の神王太陽の生命からの光が未だ達せぬ深淵は、不思議に眠りの中にかき乱されるのかもしれぬ。そしてその暗黒の中より、百万の年をもってすら、 数えがたき記憶の振動が直接にこれに応答するのであろう。